じゃあ実際にモデルさんに、来てもらって写真を撮りながら、見てみたいと思います。あのモデルさんを今日やっていただく桃江さんです。桃江さん、かわいい、かわいい。そしたら、さっき僕が事前にこの部屋の明るさで、ちょうどいい明るさこれぐらいかなっていうのをちょっとセッティングしてみたので、自分のカメラで、入れてみてほしいんですけど、絞り、あ、マニュアル M モードにしてみてください。マニュアルモード、これで M モードになってるから大丈夫で、電源入れて、でさっき言ってた絞りこっちかな、上が絞り、絞りっていうのは F なんとかっていう単位で示されるんですね。 F4 とか F いくつとかっていう風な言い方をされます。で今ちょっと試しに全員が絞りの数字を F4 っていう風にしてみてください。なってる？うん、なってるよ。 F4、 ここに F 取れるでしょ。で次にシャッタースピードを125分の1秒にしてみてください。待ってる？うん、それで ISO 感度を、1600っていうふうにしてみてください。なった？はい、こうなってるね。でこれ僕も今同じ設定にしてあります。これあの今日たまたまキヤノンのカメラしかないんだけど、これあのニコンのカメラでもオリンパスのカメラでもペンタックスのカメラでもライカのカメラでも海外のカメラでもこの数字を一緒にしとけば世界共通で同じ明るさで映るっていう決まりになってます。なので今日はキヤノンだけしかないけど、どんなカメラ使っても必ず同じ明るさになるようにできているので、あの覚えておいてください。でこの状態でちょっと試しにあのシャッターを、切ってみてます。切ってみてください。みんなちょっと試しにちょっと撮らせてもらって、そしたらじゃあ一回じゃあこっち動こうか、一回こっち動こうか、うん、はい、よし、どうかな、うん、こんな急にね撮られるとはね、カメラおじさんに囲まれて可愛いかは言うな笑顔かわいいね。明るさどう？綺麗に映ったでしょ？ちょっと明るいです。ちょっと明るい。あ、大丈夫大丈夫、うん、どうどう撮った？これ、今パソコンの画面の方は配信の方でもう見てもらってると思うんですけど、こういうふうに全員の明るさが同じ設定だったら、まあ、綺麗に映るんですけど、これを、元にどういうふうに可愛くないっていう、うん、映るのかっていうのをね、ちょっと試しにやってみたいと思います。そしたら全員このままのセッティングのまま絞りだけを、これ上と下逆もいいか、ここに、F、何も変えないで絞りを 5.6 に調整してみてください。今絞りのこれとりあえず何も考えないで数字だけ見て、さっき全員同じ明るさでちょうどいい明るさで撮れてたところで絞りだけ 5.6 っていう数字に変わった設定っていうのがどういう風になるのかっていうのをちょっと試しに撮ってみたいと思います。はい、はい、よし、あ、じゃあみんなも撮ってみてください。かわいい。どうかな、あの画面さっきの写真と見比べてどうなった？プレビューして
どう、なんて言うんだろう、可愛くなった。あ、そうね、明るさはどう、明るさ暗くなってるでしょ。これあの今どういう状態かっていうと、さっき開いてた窓の大きさがさっきよりも小さくなってるんですね。ちょっとあんま小さくなってないな、これ。これ面積でいうとね、半分なんですよ。そうそうそう、これ数字が 5.6 になると、さっき空いてた絞りが半分に、半分というか面積ねが半分になってるってことなんだけど、見えるかな、これ 5.6、 うん、そうで、とこれ4、うん、したでしょ、これ 5.6、こういうふうに今絞りが、数字が 5.6、 数が増えると窓が狭くなるっていう仕組みになってます。だけど今写真が最初はちょうどいい明るさだったのに、今撮った写真は暗くなっちゃったと思うね。でそうするとこのままだと写真が暗い失敗の写真になっちゃうので、元の明るさに戻したいと思います。で今ここからここに変わった時に面積が半分になってしまった。でこれで同じ明るさにするためには時間を今度また半分にしてあげればいいんですね。入ってくる面積が半分になるんだったら、入ってくる時間を倍長く取り込んであげれば元の写真に写るっていう仕組みになってます。なのでこのセッティングで 5.6 のまま絞りを、絞りが 5.6 のままシャッタースピードを60分の1にしてちょっと写真を撮ってみます。はい、行きます。はい、よし、かな、これで、実際に撮ってみてください。かわいい、かわいい、かわいいですか、かわいい、明るくて、明るくてかわいいでしょ。やっぱ明るい方がよりかわいく見えるでしょ。どう、はい、明るさ明るくなった、はい、柴田大丈夫ですよね、はい、こういうふうに入ってくる窓が狭くなるんだったら、入ってくる時間を長くする、これでバランスが取れます。そしたら今度はまたこれを30分の1、絞りは触らないで 5.6 のままシャッタースピードを30分の1にしてみます。半分ですね、60の半分。